プロレスに絶対ないという言葉はありません。俺たちが夢を果たさなきゃここにいるあんたたちに元気を与えることなんかできないんだよ。夢を追い続けてこんなとこまでやってきた。夢があるからこんなところまでやってこれた。晴れの日も雨の日も訪れたものも去っていったものも、みんなの20年、みんなで20年、これまでもそしてこれからも。今までの歴史をつないでいきたいっていう気持ちはすごくあるんで、楽しかった20年だし今でも楽しいし、なんかそういう DDT であり続けたいですね。